新イタリア社会党は、イタリアの政党。2019年現在の初期長は、ステファノ・カルドーロ。イタリア社会党は、1980年代に、初期長のベッティのクラクシが、閣僚評議会議長に就任し、政権の中枢に関与していたが、1990年代に、発覚した、政界汚職事件によりクラクシは失脚、チュニジアへ亡命し、 当も1994年の総選挙で14、議席の獲得にとどまる惨敗を喫した。その後、イタリア民主社会主義者の結成などもあり、社会党が事実上解体すると暗く姿勢喧嘩で活躍したジャンニデ・ミケーリス元外相らが、イタリア社会党を継承する意味で、新イタリア社会党を結成した。当初は、イタリア社会党時代のものを継承する形で赤い。 バラをモチーフにしている。しかし、社会党時代とは異なり、中道左派陣営に所属することはせずに、シルビオ・ベルルスコーニ首相が率いる、中道右派陣営、自由の家に所属し、ベルルスコーニ政権にも、連立与党として参加していた。社会民主主義政党の国際団体である、社会主義インターナショナルにも加盟していない。2001年の総選挙において、クラック氏の息子、 ボボクラク氏が当選するなど、構成要因としては、旧イタリア社会統一論が強いと言えるだろう。連立与党内では、キリスト教民主党から分裂した、中道右派政党キリスト教民主主義者イコール、中道民主主義者連合と共闘を組むことが多く、2005年の知事選挙で右派連合が惨敗した際には、キリスト教民主主義者イコール、中道民主主義者連合と共に連立離脱を、 宣言した。2005年4月に大臣を拒んだベルルスコーニ首相が両党の要求を受け入れる形で内閣改造を断行し、ムップシーは会員における現有議席が3議席ながらステーカのカルドーロを計画実行特命省として入閣させ、念願の大臣職を獲得した。その後、2005年10月に党は分裂。左派は ボボクラク氏を党首とし、社会主義者と同盟を変更し、中道左派連合に加わった。なお、デイコールミケーリス派は同等に留まり、中道右派連合の一翼を担っている。2006年の総選挙では惨敗し、下院で一議席、上院では議席を失った。ありがとうございます。